どうも、あたるです。今急遽思いついたんですけど、先ほど青木香音さんと、お肉の大食い企画を終えたところで、撮影後の、青木香音さんを隠し撮りしていこうと思います。その青木香音さんをご覧ください。ちょっとまだ来てないんで、あの彼女今お手洗い行ってるんですけど、ここで待ちたいと思います。壁がないとちょっと、うん、今さ、うちさ、アップウォッチのさ、ベルトをつけたい。やる、うん、どっちが似合うか。これこれ良くない？なんかね、アミティ先生って YouTuber いるけど、すごい人、別と同じやつにして、うん、いや、さ、思うんだけどさ、なんかこういうさ、身につけるものってモチベーションだと思うんですよ。あ、でもなんかこっちね、イメージがつかないんだよね。え、実際いや、なんせ腹きつい。休んでください。休んでください。これさ、うちさ、いつもさ持ち歩いてんだけど、知り合いに風俗嬢じゃねって。なんでいいんですよ、あの世の中のさ政治上のさ吐き口ですね。機能してるからこそ、あの痴漢とかね、そういうの少ないって言われてんじゃん。ああ、なるほどね。そうだって、そこで分散させてるってことね。そうです。吹き方やばくね、タケコプターのやつ作るやつ。違うんですよ、うち変かもしれないけど、ちょっとあんま見ない。使いすぎじゃない？いや、手に油つくの嫌なんですよ。あ、やっぱどうかな、今日のさ、どうか、あれさ、こけたらさ、ショックだよね。だってさ、昔さ、うちやっぱ部屋でさ、ずっと喋る動画でさ、なんかそういう時期に一人でこう、食べる動画とか出しても全然見てもらえなかったの。なんか一人で食べる動画を出して見てもらえなかった。そう、見てもらえなかった。なんで言いたい？え、なんでもない。それでさ、やっとこう外に出る動画とか撮れるようになってきたからさ、めっちゃ楽しい。そんな時に再生がされなかったら寂しくないっていうこと。ラーメンのさ、人がさ、いきなりシュークリーム出してもさ、みんなさ、ああ、そうなの。そう、トーク動画の人がああいうなんかバラエティーの動画だったってさ、求めてないじゃん、みんな。だからそれが怖い、怖かったんだよね。まあ確かに。でもまたやるとさ、動画撮るようになってさ、うん、ちょっとずつなんかいろんな動画撮れるようになってきたから、すごい楽しい今。これやばくない？怖い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 。傷つけなくないんですよ。ちょっとぐらいいいでしょ。あんま見ないで。この儀式があんま見られたくないんですけど。そういうのは無意識。見ないで。どこ？見らない。ちょっと嫌なんですよ、あの埃が入るのが。いや、別に見ていいけど、しかもここさ、焼肉屋じゃん。で、空中に、ね、油が舞ってると思ってね、痛むなって見られないんですよ。本当、私これね、病気だと思うんだよね、自分潔癖症なんじゃないのと思う。あれ、A 型？ O 型。あー、触っちゃった。触ったらアウトなんですよ。触ったら引き直しっていうルールがあって、うちの中で振りだ瞬間、ダメ！ふざけんな！ふざけんな！いや、振りなのかなと思って。違う、動画の時しか振りやんないよ。これが素の感じです。今こっち喋ったらほんとここに行っちゃうからさ、自分の口の中から発した。自分の口の中から発したほこりって何？俺の仕事後の靴下だよ。どう？やめー。今あの顔になってて、今ほんとね、脳神経外科医なんですよ、私今。ああ、なるほどね。どんなやつかも、それ極度の潔癖症すぎるじゃん。喋りたくねえから、無しか言うの。うん、疲れるわ、足臭が。
やめんなよ、もう。本当にあれですよ、裁判起こしますよ。簡易裁判所行けですよ。やめて、マジで。開封動画とかでやりたくない。ケースはめるときもさ、こんな風にできないじゃん。きたー。てかそもそもさ、うん、それアルコールで拭いて正しいの？いいんですよ、これだってスマートフォン用のやつだもん。でさ、その場所によってベルト変えたいんだよね。 TPO のやつ。そんな。あ、はい、ごめんなさい、お会計だっけ。あ、わかりました。お会計してもいいですか、先に。あ、はい。あ、ごめんなさい。はい、終わりの缶ですからね。どう？これ良くない？これ。ああ、いいね。どっちがいい？こっち。本当？結局どっちもいいよ。それはなし。じゃあこっち。本当は？こっち。うん。満足。満足だ。終わった。今日買いに行ったんですよ。じゃあ、なんでかっていうとさ、これさ、革じゃん。家の中でさ、あの、なんだっけ、あの、テーテテ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 テダンスやったじゃん。ああ、やったね。ありがとうございます。はい。めちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。これは、財布かわいい。いいでしょ。お母さんにもらったの。え、あの、そう、これ、なんで、革のね、バンドから、この、これにしたかっていうと、あの、最近もさ、家の中でダイエットしてるから、なんか、この、テッ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 皮がさ、潰れちゃうんだよ。これ普通にシャワー浴びながらでも使えないの。これ鉄だわ。え、そうなの？そうです、触ってみ。ところ鉄だよ、これ。あの、ステンレスだよ。鉄カード。確かに。うん。だからこれ水洗い全然できるの。これ防水、完全、あの、防水だから。ずっと一緒に入れるじゃん。そう、ずっと一緒に入れるから、だからこそ、なこれはなんかドレッシーな時とかにいいかなって、例えばさ。だから TPO なんですね。でもね、高いんだよ、これ。バンド、これ登場時は2万円だったんだけど、今9800。半額。半額。だから買った。気持ちで。カメラ。帰るか。帰りました。カメラ片付けなきゃダメですよ。お腹すいたなんか。ガメたんだよ。あとで。大食いさした後ってさ、なんか。ああ、確かに。分かる？お腹すかない？変に。なんでカメラここにあるの？え？はい。これ回すまでだ。本当に？回すっぱだ。カメラって自動で回るんだ。しなかった。隠し撮りだろ。え？隠し撮りだろ。いやー、それね。いや、急激に思いついて。え、じゃあ自動のふりつってんの？ただのウェットティッシュ女じゃん。編集するよ、こっち。いい。たまには。まあなんか、だから素のね、ちょっと青木かのんさんを楽しんでもらいたいなっていうのがあって、だから最悪別にオチとか、ただ単純にその変人じゃん、ただの。だって裏の動画をこう回して見てもらえればなっていう思いで、意外、もう結構めっちゃ緩いの撮ってきたなっていう。ちょっと言ってる、潔癖丸出しにしてる女の方が映ってるんだけど、女っていうか、規制を、YouTuber、規制を発しながらアップルウォッチを手塩にウェットティッシュで磨く女の動画です。でした。全部知ってもらおう。いや、全部知ってもらったらさ、興味さ、薄れちゃうんじゃない？青木環奈に対して。それも受け止めてもらおう。なるほどね。ね、これ切っていい？あ、いいよ。あ、でも締めは渡るくんで切ってもらいましょう。皆さんどうでしたでしょうか？この辺じゃないですか。さっき見たけど、この辺しか使わない。じゃあ皆さん、青木環奈さんの撮影後の裏側の様子はどうでしたでしょうか？またもしご好評いただけるようでしたら、あの、頑張りますので、ぜひグッドボタンお願いします。さよなら。さよなら。うん、入れなさいよ早く。電気代もったいないでさ。